おはようございます。私からちょっと発言するのもございません。どうぞ。いや、すみません。幹事社の産経新聞。英語の民間試験の関係なんですけれども、制度を検討するにあたって、非公開で複数の会議が進められていたわけですけれども、その中で経済格差などといった、そういった課題が専門家の方から複数繰り返し指摘されていたとの一部報道などもありますけれども、そちらの事実関係と、あと事実であれば、そうした指摘はどのように取り扱われていたかということをお願いします。はい、ご指摘の大学入試英語4技能強化ワーキンググループは、大学入試英語成績提供システムの適切な運用がなされるよう、英語の4技能強化に関係する大学や高等学校等の団体及び試験実施団体等において、準備の進捗状況を共有するとともに、必要な事項について意見交換を行うことを目的として設置をしたものです。本ワーキンググループでは、これまで居住地域にかかわらず、等しく安心して試験が受けられるような配慮を関することも含め、率直な意見交換を行ってきたところです。システムに参加する資格検定試験については、受験生の負担に配慮し、原則として毎年度、全都道府県で実施することなど、参加要件としていましたが、いただいたご意見を踏まえて、大学や地方公共団体に対する会場設置への協力要請する通知の発出や、試験団体に対して会場の追加設置を要請するなど、システムの運営に関する課題の解決に向けて取り組んできたところでございます。では、各社さん、質問の際は社名と氏名を名乗った上でお願いします。東海道新聞の鈴木です。大臣がおっしゃっている、公開する議事録というのは、さまざま会議、導入に至ってあったわけですけれど、どの会議を指していらっしゃるんでしょうか。ご指摘、国会の中でご指摘された、例えば大学入学希望者学力評価テスト検討準備グループや、大学入試英語4技能評価ワーキンググループの議事概要等についてを指しているかと思いますので、ここで延期をしました。そして、立ち止まって今までの経緯を検証しようということになりましたので、いずれもこれに関連する会議についてはきちんと目を通してですね、時系列で問題の浮き彫りをさせていきたいなと思います。ありがとうございます。すみません、大臣、次の予定ございますので、次1問、最後1問で。はい、どうぞ。読売新聞の土井と申します。昨日の委員会でも指摘があったことなんですけれども、今回採点業者もベレステの関連会社で、臨床試験団体のベレステが入っているということで、特定の業者に対して利益が行くような形になっているんじゃないかという指摘もあるわけなんですけれども、そういった事業者を選ぶという中で適切な対応されたどのようにご覧になりますか。英語の検定試験については当初7団体7事業者、現在6社が残っていただきましたけれども、その中の1社がご指摘の企業であることは承知しておりますが、これらはですね、言うならば一定の条件を示して手を挙げた中で要件をクリアしたものを全て包含したという制度なので、ここは一定の競争が当然あって選ばれたと思っています。記述式の採点につきましては、複数の社が入札に応募されて、総合評価と金額によって選ばれたということなので、競争の結果その業者が選ばれたということで、あらかじめ特定の業者を前提にですね、発注をしたような事実はございませんので、そこはきちんとした公平性競争性が保たれていると承知をしています。ありがとうございます。はい、すいません。